現地時間7月27日に開催されたパリ五輪リのグループステージ第2戦で大岩剛監督が率いるいう2、3日本代表が3月のフレンドリーマッチで1、3と敗れているマリと対戦。1、0で勝利し、ベスト8進出を決めた初戦のパラグアイ戦に後、0で圧勝した大岩ジャパンはとりわけ前半はボールを支配するも、 なかなか決定機を作り出せずしかし82分細谷新大のクロスに合わせた佐藤恵美誠がシュート GK が防いだこぼれ玉を山本里志陣人が流し込み先制点をダッシュ後半アディショナルタイムに献上した PK は相手のミスに助けられた一方敗れたマリのファンが不満が爆発 SNS 上では次のような声が上ったこのチームは残念すぎる私たちはクソだ 戦術も技術も何もない。非常に弱い選手たちだ。守備陣と中盤は大きな穴だった。あまりにも多くのミスを犯した。全体的に日本が優勢だった。彼が PK を決める方法を知らないのは分かっていた。おやすみ。本当に疲れる。もうこの国は応援しない。終わった。怒りが収まらないファンが少なくなかったようだ。 前半は日本がペースを握っていたが、後半はマリのボール支配率が上がり、何度も危ない場面を作られたが、CK の度重なるファインセーブで難を逃れた。右サイドからマリの DF を置き去りにして細谷が抜け出したスピードには目を見張るものがあった。このまま勝ち上がって優勝してほしい。このチームで目を見張るセンスといえば、国語レオブライアン。 アアジア予選決勝戦で PK を止めたことからもビッグセーブを果たす力を持っているあとは藤田譲。島彼を見た時に驚いたのは周りがよく見えていることまるでシャビのようだこの2人はコンボ A 代表でも柱になると思う試合開始からマリの選手がちょっとしたことで転んでファールアピールしてたのが気になりましたがそれ以外は攻撃は縦に速いしボールキープ力はあるし。 強いチームだと思いました。パラグアイにも勝てる力は十分にあると思います。マリは本当に速くて強かったです。特に後半は本当に危ない場面が多く、先に点を入れられても不思議ではありませんでした。それを全部防ぎ切った GK の国語、本当にありがとうございます。もちろん全員で勝ち取った勝利ですが、この試合の一番の功労者には国防をあげたいです。粘り勝ち。 そして勝負強さを見た気がしました。後半は足が止まりかけてたけど全員がカバーして耐えたな。PK の後の決定機。あの辺たりを確実に決められたらよかったけどね。全体通してチャンスもあったけどものにできてない部分もあったからそこを徹底して決めればまだ上を目指せるね。決勝トーナメント進出おめでとう。